はい、どうも皆さん、こんにちは。タクトとゆずです。昨日ね、バンコクに到着したんですけど、すでに我々今、チェンマイに来ております。早いよね。早すぎ。チェンマイに着いて、今もうすでにね、お昼ご飯とか食べてお寺巡りをしようということで、まあ、今回はね、3つのお寺にね行ければいいかなと思って今向かっております。1個目が、なんだっけ、ワットシースパン。1個目、ワットシースパンっていう銀色のね、お寺に今向かっております。あと4分くらい。あと4分くらい。ゴールファード、ソンテルとかトゥクトゥクとかも乗りたいんですけど、まあ、とりあえず歩きながら街の様子をこう実際にね、肌で触れ合いながら行ってみようということでやっております。4人乗り。やばいね。4人乗りのあれはもうスラムダンクの世界ですね、完全に。わかる？そうなの、わかんない。わかんないか。スラムダンクのね、桜木軍団がね、原付4人乗りしてるんだよ。原付4人乗り。ワットシースパン、1個目の、お寺に今ね、向かっております。まあ、3つ行ければいいかな。今、時間が、11時、まあ、半前くらいなんですけど。ということで、この動画では、チェンマイのお寺巡り、3つのね、お寺を紹介します。もう完全に僕の行きたいところで、ちょっとあれなんですけど、ぜひ参考になれば。いいかなと思いますので、ぜひね、皆さんもチェンマイ来ることがあればぜひ行ってみてください。それでは始まります。 Here we go。 2000 years later。 はい、ということでですね、今ワットシースパンに到着したんですけど、なんとですね、見てください皆さん。 The temple is a sacred place of worship. Please show your respectby dressing properly. Thank you for your kind cooperation. ということで、清掃というかある程度の格好をしてないと入れないんだって。そうなんですよ、まあ、僕のね、今日の格好はちょっとリスペクトに欠ける格好をしてますので、こういう感じ超絶アンリスペクトなんで、ちょっと着替えようかなと思います。ここまで来たのに入らないのはちょっともったいないので。これ目の前とかもすごいですよ、ほら。伝わんねえ、 GoPro。お疲れ様でした。ということで、ちょっとね、着替えようかな。どっか多分おトイレ、トイレあった。トイレがあるので、あそこでちょっと着替えて、中へね、ちょっと潜入していきたいと思います。私いけるかな。ちょっとセクシーじゃないですか、これ。でも肩だけだよ。でもダメか、神聖な場所。そうですよ。めちゃめちゃ sacred place だから。どうしよう。なんか私一部欠けてる服しか持ってない。まあとりあえずどうにかします。はい、ということで。Meanwhile、 たくちゃん着替えました。真っ白、聖なる人。はい、着替えました。見てください、真っ白でございますそして私も上白にしました。これで入れなかったらちょっとね、うん、怖いですよ。怖い。なんかもう水洗式のさ、床びちゃびちゃなトイレでさ、頑張ってさ置いちゃったんだよね。置いちゃったよ。だって置けないんだもん、バックパック。ぜひワットシースパン、シルバーテンプル来る際はですね、長ズボン、まあ半袖のシャツとかは OK みたいなんで、うん、ズボンだけ長ズボン、またはまあ七分とかで来ないと入れないんで、ぜひね、皆さん気をつけてくださいっていうことをこの動画でお伝えできてよかったかなと思います。女の子なんか肩にかけるストールとかあればめっちゃ便利だと。らしいです、うん、女子目線入りました。一丁よいしょ、よいしょ。こちらですね、入り口からギンギンということで、ギンギンってやばいな、ちょっと卑猥だな。そうなのそうなのってやばいやん。入っていきまーす。レッツゴー。レッツゴー。ということでですね、今ワットシースパン、シルバーテンプル の、 この本堂ですね、のとこに来たんですけど、書いてあるかな、あそこに見えますか。ということでございます。入れないでございましたそうなんです、じゃなかった。僕がね、代表してちょっと、はい、ワットシースパン潜入調査してこようかなと思います。お願いします。結構いろいろ勉強になりますね、これ。
参考動画になるかもしれない。まず What She's Pan の本堂は Men Only っていうことで男しか入れない、そして長ズボンが必要ということで、僕たちの失敗を見て皆さんね、ぜひ参考にしてくれればと思います。 What She's Pan の中にね潜入していきたいと思います。自分的には遊園地一緒に来たのに俺だけ絶叫系好きで一人行ってもう一人待ってるみたいな感じ、申し訳ない感じがする。私もね、運動会の姪っ子を待ってる気分。やば。行ってらっしゃい、楽しむのよ。男性代表して僕が入っていきたいと思います。素足で行くんですけど、なかなか神聖な感じがします。こう、なんだろう、下からパワーを感じるっていうか、ちょっと暗くてね映るか分かんないですけど行ってみます。とりあえずね、 Sorry。 こんな感じ見えるかな。あ、見えてる見えてる、超ゴージャスです。これがどこだっけ、これがですね、これがワットシースパンシルバーテンプルですね。すごいとこだ。はい、ということでいかがでしょう。すごいっすね。 20 minutes later。 はい、ということでいかがだったでしょうか皆様。以上がなんだっけ、どこだっけ、 C。 もうね、毎回はド忘れしてしまうんだよね。なんでしたっけ、なんで覚えられないのと C プラ、 C スパン、なんとかパンとか多いね。はい、もう一回。はい、ということでですね、以上がワットシースパンの全貌でございました。ということで私は映像で見ます。そうですね、はい、現地にいるのに映像でしか見れないっていう、ちょっと悲しい、この悔しすぎる仕打ちをね、女性は受けるっぽいので、皆さんもし女性の方とかね、カップルの人とかね、来たい人いましたら、ぜひそこは覚悟していただいて、うん、あとこの長ズボンを履かないといけないとか、まあね、なんかちょっと短パンの人もね中にはいたんですけど、うん、やっぱりこう Show your respect、そこはねしっかりとしていった方が、うん、まあ心の持ちようもねいいと思いますので、ぜひね、もしワットシースパン行かれる方は長ズボン、上は半袖でも大丈夫みたいなので、下だけ長ズボンで、あと女性の方は本で入れないということですね。行こうと、あと2つ行こうと思うんですけど、その前に1回チェックインして、このでっかいバックパックを置いて、でまああとね、めっちゃ暑くて今日も31度2度くらいあるので、1箇所目の撮影で汗だくなので、一旦シャワーをホテルで浴びて、でまた2個目3個目って行きたいと思うので、1回ねホテル帰ろうと思います。じゃあね、ホテルで行きましょう。バイバーイ。コーラの種類えぐない？なんでなの？買えないってことだよね。 What the hell is that? タイで初めて飲んだコーラ。最高。ワットカーシンに到着しました。ワットスワンドークに向かいます。もっとライトアップしてるのかと思ったんだ。やっぱ写真じゃね、騙されるね。そういうことか。